井口あくり、井口あくり、井の口あくり、1871年1月12日、明治3年11月22日から1931年、昭和6年3月26日、通り名、井口あくりは、現、秋田県秋田市南通り亀の町出身の教育学者、体操家。アメリカ留学後女子高等師範学校や日本、体育会体操学校の教授を務め、 学校体育に、スウェーデン体操を導入した。女子体育の先駆者で、日本女子体育の母と呼ばれる。1911年、明治44年、藤田つもるつくりと結婚し、藤田生となる。1870年1月12日、明治3年11月22日、秋田久保田城下亀の町車に住む父井口正。母三重の間に九人兄弟の四女として出生。 ただしは、母親戦争において、久保田藩を勤労に導いた決死で、大正天皇即位の折、十五位を追蔵されている。出生名は、アグリといい、男児が欲しかったのに女児が生まれた際に、アグリ名付けると、次の子は男児が生まれるという名信に従ったものであった。アグリ本人は、アグリという響きが、英語のアグリー、ミニキーに似ていることから嫌っていた。 アクリは8歳から田中町、現秋田市大町3丁目の一部にあった田中、女学校、もしくは隣接していた小玉女学院に通い、11歳頃に秋田女子師範学校に入学したと考えられる。1884年、明治17年15歳で、同校中等師範科を卒業して、田中町の母校に勤務した。1885年、 明治18年9月秋田女子市範学校は高等市範課を新設。翌年3月には中等市範課を改組の上で高等市範課に統合し、女子教員養成部と解消して、秋田市範学校と合併した。あくりは同年5月秋田市範学校女子、教員養成部高等市範課に入学する。15歳で卒業した市範学校に17歳で再入学したことになる。 1888年、明治21年3月、秋田県人情師範学校人情師範化、第2年級を終了すると、同級生の茂木知恵と共に、秋田県知事から特選生として推薦され、高等師範学校女子部に無試験で入学を許される。アクリは、知恵と共に勉学に勤しみ、主席次席を分け合っていたと伝えられる。二人の在学中、 高等市範学校女子部は、高等市範学校から分離し女子高等、市範学校となった。また1891年、明治24年、アクリは、井口、アクト市に改名した。秋田市役所が3月2日付で、ガンズミア財定正、戸籍に記載されている間違った内容を訂正する処理を行っている。1892年、明治25年、卒業にあたっては、アクリが、 女子高等師範学校附属商工訓導、もてぎちえが、秋田県人上師範学校女教諭訓導として、赴任することが決まる。アクリは、翌年には、女子高等師範、学校附属高等女学校女教諭となる。師範学校に再入学した1886年、明治19年から、女子高等師範学校附属高等女学校の、 女教諭となる1893年、明治26年までに、学校教育をめぐる情勢は大きく変化した。勤労士族の娘として、教育を通じて、国に奉職する道を選んだアクリは、自分より7、8歳若い女生徒に自分が受けた、ものとは異なった教育を授けることになる。1885年、明治18年12月22日、第1次。 伊藤内閣が組閣され、初代文部大臣には森有則が就任した。森は列強にごする国民国家形成のため、教育制度改革を八木早に実施し、帝国大学を頂点とする階級的な学校制度を確立。さらに、市販学校、中学校、小学校の男子生徒には、兵式体操と呼称した軍事教練を導入する。 これは自由民権運動によって動揺していた国内の治安維持と低制ドイツを反とした短期間での軍事力増強を目的とした政策であると同時に共学生治以降元田長谷をはじめとする明治高速金によって進められた受教主義教育に対抗する体育重視の方針を示すものだった。心身の強化が求められた男子に対し女子については欧米の婦人論 女子教育論が多数翻訳出版され、その理念や教育制度の需要について活発な議論が起こった。また、キリスト教主義女学校が各地に設立されたことで、女子中等教育は欧米志向を中心に展開される。森文章は1886年、明治19年管理のモデル校として、東京高等女学校を新規独立させ。そこでは、 外国語や芸術教育が重視され、六名館外交を担う政府高官の夫人の養成、すなわち明治政府が推進する王家主義を体現した教育が施された。さらに東京高等女学校の旧本校にあたる高等主犯学校女子部でも王家主義教育が取り入れられ、それは1890年、明治23年まで続く。その行動では、 舞踏会が催され、クリスマスには、祝賀会が開かれた。助教諭となって六年目の1897年、明治三十年、アクリに天気が訪れた。山口で開校される私立毛利高等女学校の教員について、毛利校尺家が女子高等師範学校に人選を依頼したのである。もう年家の使者、井上香る校尺と面談したアクは、 教頭として報職することになり、そこで年長の男性を含む十数名の教職員の監督と三十名余りの女学生の教諭、さらに寄宿舎の社官として生徒の生活全般にも責任を負った。明治二十年代後半から三十年代前半は女子教育の転換期にあたる。文部省は1895年、明治二十八年に一月発布の 高等女学校規定を通じて、女子中等教育機関の運営面の基準を定めたが、それには女子をどのように教育すべきかという指針が明らかにされていなかった。それまで高い教養を身につけることができたのは、管理の家族女学校や女子高等師範学校、私立のキリスト教師儀場学校などに学んだ有力者の師匠だけであったが、 細川淳二郎や西園寺金持ちらの政治家が直接、女子教育に関わるとともに、ナルセに増やつだ梅子による女子大学設立の準備も始まり、中央においては女子高等教育の門戸が開きつつあった。一方で、国家的見地からすれば、地方の有産階級に、くまなく高い教育を施し、布国強兵政策を推し進めることが急務とされていたが、 当時女子は子供を産み育て家庭を守るものとされてお、地方社会においては特に強い抵抗にあった。しかし日清戦争の勝利に伴い欧米列強に、こすることが次の国家目標とされると、それまで指針が明確でなかった、女子中等教育は、男性社会を支え、強い、日本人を産み育てる、両妻建母教育として結実する。クリが着任した私立毛利高等女学校は、 まさに両妻憲法を講ぜとする女学校だった。一方、女子高等師範学校では、同年、高根秀夫、学校長に迎え改革を図っていた。高根は1875年、明治8年に、伊沢修司、高津千三郎と共に、文部省の第一回留学生として、アメリカに留学し、ペタロッチ教授法を学んでおり、また体育にも、 関心を持っていたため女子体育を助講士で教授できる人材を求めていた。アクリが山口で教鞭を取っている間、高根が文部省にアクリの海外留学を働きかけたと考えられる。1899年、明治32年5月、29歳のアクリは文部省より教育学研究のため満3年間のアメリカ留学を命じられる。同年8月渡米。 9月からマサチューセッツ州のサンプトンのスミス大学に入学。生理学と体育学を専攻した。翌年9月同大学の体育部長選んだベルエンソン、スウェーデン王立中央体操学校に学んだ際のアメリカ人女性の勧めによりボストンのボストン体操師範学校に入学する。校長はエイミー・モーリス・ホーマンズ。アメリカにおいて、 スウェーデン体操の実践的指導を最初期に行った一人で、当時最も高いレベルで、女子体育教師を養成していた。アクリはここで体操科、技術体操科、運動理論学、舞踏、遊戯法を2年間、解剖学、生物学、競争運動術、体育実地法、心理学、教育学を1年間学んでいる。スウェーデン体操の指導者としてのみ強調されがちな、アクリだが、 舞踏では、全身運動としてのダンス、エセティックダンスと呼ばれたを、その開拓者であるメルヴィン・バロー・ギルバトから直接学び、日本に持ち帰った。代表曲であるポルカセリーズ・ファウストなどは更新の、二階堂特よ、三浦・ヒロラによって継承されていく。また、遊戯として、バスケットボールを日本に紹介した。それは、女子の運動に適した形で改良された女子ルールで、 アクリの教え子たちによって全国の女学校に広まったと考えられる。1902年5月同校を卒業。出席を示す1902年度の休憩を与えられた。ボストン体操師範学校は女子の学校であったが、1906年、長い同盟を留学生として受け入れる。1909年ウェルズリー女子大学に九州合併されその体育部となった。1902年7月、 アクリは、ハーバード大学のサマースクール、校長は、ダドリー・アレン・サージェント。スウェーデン体操のみならず、ドイツ体操、フランス・イギリスからも、各運動の長所を取り込み、アメリカ独自の、体育計画の作成とサージェントシステムと呼ばれた、科学的な裏付けを構え下で、体操の講習を重講。9月から11月まで、アメリカ東部主要都市を巡回。このフィラデルフィアで、 野口じひと面会している。ヨーロッパを経由し1903年、明治36年2月に帰国した。待ち受けていた高根は、女工誌に国語体育専修科を新設し、帰国したばかりの悪クリオ教授に任命した。さらに1903年、明治36年3月15日には、帝国教育会の主催で、女子の体育についてという演目で2時間の講演を、 ここ内、内容が、同年5月発行の、教育広報に掲載された。ここでアクリは、以下の書簡を述べている。また、同年5月25日発行の雑誌、体育114号にも、米国夫人の体育と、体育書簡と題しアメリカの体育事情を記している。ここでは、1、アメリカでは小学校から高等教育に至るまで、女子には、 男子と同一の普通体操、平式体操、機械体操等を行わせていること。2、日本の女子体育では、表情体操、消化遊戯、演舞まいなどが、盛んに行われているが、あくまで体操での身体修練を第一に置くべきこと。3、体操には、身体修練のみならず他の教科には持ち得ない、精神教育上の価値があり、忍耐、勤勉。 快活という心を要請する。特に日本の女子は従順、定説という点では、比類ないが、快活、決断力に乏しいため体操遊戯によって、収容すべきことなどを挙げている。同年同月、修行を2か年とする女高志国語体育専修科に21名の女生徒が入学。日本において、女子体育教師の要請が本格的に始まった。 アクリは、以後8年間、4期合計で88人の卒業生を世に送り出した。彼女の指導はそれまでの普通体操に慣れた人の目からは厳しく映ったと考えられる。それまでの体操と体育を取り巻く情勢を以下に、外観する。1885年、明治18年初代文部大臣となった森有則は、不国強兵政策を教育面から推進した。 それまで、不評総連と呼ばれた初歩的な軍事協連を、兵式体操と呼称し学校令を通じて、中学、市範学校の男子に適用。小学校でも、隊列運動として、制度的に位置づけし確立すると、体操練習所も翌年を廃止され、引き継いだ、高等市範学校校長には、陸軍不評大佐、山川博士が任命され、 しかし森の兵士基化教育はその教員となるべき、高等教育を受けた軍人を多数必要としたため、末端の学校まで行き渡らなかった。陸軍には、教育面に人材を投入できる余力がなかったので、ある。さらに体操練習所が伝えた、普通体操も、明治三十年代には形外化し、武道復興の動き、遊戯、舞踊の発達など体育として扱われる。 運動の幅が広がると、現場の校長、教師たちは事故の判断で体操を主者選択し始める。学校令で定められているにもかかわらず、教科としての体操を行わない学校もあった。スウェーデン体操が学校教育に登場するのはこうした時期だった。日本の文献にスウェーデン体操が現れるのは、 東京帝国大学初代医学部長の三宅修が1884年、明治17年に表した治療通論がはじめとされる。その後1901年にはイギリスからエリザベス・フィリップス・ヒュースが来日し、公園の中で女子体育に適した体操であると推奨する。さらに1900年ボストンから石川、瀬本九郎が帰国。日本体育会体操学校において生理学。 解剖学を教授するとともに、スウェーデン体操の指導と奨励にあたり、1902年、明治35年には、スウェーデン式教育的体操法、スウェーデン式体操を表し本格的な紹介を行った。これらの著書はアメリカにおける第一人者、ニルス・ポッセとハルトビグ・ニッセンのミサオ書の影響を受けており、アクリのものとは、系統は異なるもののスウェーデン体操の理論的な、 根拠となった。しかし、スウェーデン体操の登場は、現場の混乱をさらに深めた。1904年、明治37年10月、文部省は8名、委員長、沢谷木正太郎、委員高島平三郎、川瀬本九郎、蟹徳、井口朱里、畑野幸助、坪井玄道、三島通良の体操遊戯取調委員を任命し、現状分析にあたるとともに、その対策を、 翌年11月、体操遊戯調査員報告としてまとめた。この報告で、スウェーデン体操は大体において採用すべきものとされたが、普通体操を、格好演習、スウェーデン体操と連続演習、スウェーデン体操と従来の普通体操との併用を分け、選択の自由を認めたため学校体操を統一することはできなかった。この年はまた日露戦争開戦の年でもあった。 日露戦争はそれまでの文部省と帝国陸軍の体育教育をめぐる関係を大きく変えた。戦争の拡大に伴い兵の低年齢化が余儀なくされると即戦力としてまず身体イ面で戦える青年が必要となった。そこでこれまでの文部省から陸海軍へという流れが逆転し陸海軍が文部省に対し学生に 実際的な教練を行う様子うよく要求したのである。しかし既存の兵式体操では効果は薄く、新しい体操を構築し早急に全国に広めるためには理論、実践のみらず思想面でも強固な人物に指導されねばならない。そこで文部省が選んだ人物が長井同盟だった。長井は1905年、明治38年11月。 三年余りの米欧留学に出発した。1906年、明治39年7月、井口憧、カニトク、川瀬本九郎、高島平三郎、坪井玄道の教著で、体育の理論9実歳、国密社が発表された。これは、末端の体育教師に向けてのテキストで、前年の体操遊戯調査員報告の内容が図解付きで解説されている。はここで、 女子学生に対し上着を、セーラー式、回を、膝元までのブルマースとした体操服を推奨している。また、同年8月、アクリは単独で、格好演習協定、もともと同書房を出版しさらに詳細な説明を、試みた。この、格好演習協定は、第4版まで版を重ね入れへのベストセラーとなった。女性知識人として、有名になったアクリは一部から、 誹謗中傷を受けるが、講演会や記事からは意に介する様子は見られない。以下に、演習協定の一部を抜粋する。演習の一例。演習協定では小学校の部として第1から第90協定が、高等女学校の部、市範学校の部として、第61から第140協定が作成された。教師は、生徒の進行具合に合わせて、 各運動ごとに協定を選択できた。また、付録として、体操適用があり、そこでは1、体操科の目的、2、体操演習の基本的、形式、3、基本姿勢、4、体操演習の種類、5、演習協定の編成法、6、姿勢及び運動の進度標準、7、演習教授上の注意、が詳細に解説されている。アクリはこの、 各個演習協定において、当時最新の体操法を全国に広め、女子、男子を通じた体育教育における第一人者となった。アクリは1909年、明治42年に、宮内省御用係となって、王女二人に体操の指導をした。同年2月、長井同盟が海外留学から帰国し、高等師範学校、女子高等師範学校の教授となる。 最新のスウェーデン体操を本場スウェーデン国立中央体操学校で1年学んだ長いに対しアメリカから学びいわばアメリカ流の体操を教授しているアクリの立場は急速に弱くなってゆく。結局この年の4月に迎えた第4期生を最後に1911年明治44年7月助行士を退職する。後を託したのは着任したばかりの二階堂特予だった。 二階堂は、翌年海外留学を果たす、帰国後長いとの確執が生じる。同年同月テニスの観戦中に知り合った、藤田つもるつくりと結婚。この時くりは41歳、藤田は32歳だった。同年11月席づくりの仕事により、サンフランシスコに渡るが2年足らずで帰国。1914年、大正3年には、台湾に渡り、席づりは、 台北銀行に就職。アクリは、私立青州女学校の教頭となるがここでも、生活が苦しくなり1920年、大正9年帰国。翌年東京市明治小学校の主席訓導となるが、半年で辞職。1922年9月、三井物産欧州総監督だった、瀬古幸之助の要望で、娘の家庭教師として、ロンドンに渡る。ロンドンでの生活は、 女高し時代以来の快適なものだった。1924年10月帰国。1925年、大正14年4月から東京高等実習女。学校、昭和38年現、青蘭学院に九州合併されるの校長となる。この学校は女高し時代の教え子だった、茂木源が創立準備中の火星女学校をあくりに、献上したものである。 1931年、昭和6年3月26日、学校からの帰宅途中に脳一血となり生去。去年61、病気がちだった夫席作りは1946年、昭和21年68歳で亡くなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。